みません、私まで一緒に。気にするな、3人分作るのも4人分作るのも変わらん。いえ、そうじゃなくて、私みたいなのと一緒にご飯食べるとまずくなるでしょ。だからごめんなさい。ネガティブすぎるよ、陽明ちゃん。どうしたんですか、あの人。来週テストがあって勉強したくないってダダこねてんの。なんで勉強ってしなきゃいけないんだろうな。ほら影、ご飯終わったら勉強するよ。今日中に分かんないとか洗い出して明日先生に聞きに行かなきゃなんだから。あ、それだ。はあ、裏切る化け物。ここはこの公式でやるんだ。なるほど、ありがとうございます。また分かんないことがあったら聞きに来なさい。先生、僕も質問あります。誰だっけ。アゲチオですよ、ヒサメと同じクラスの。あのカゲチオね。先生、思い出せてないでしょ。で、質問ってなんだ。先生、なんで勉強しなきゃいけないんでしょう。はあ、学校は勉強する場所だからだろ。それはそもそも勉強しなきゃいけない理由になってません。なんだこいつ。それお前勉強しないと将来大変だぞ。大変ってどうなるんすか。いい職業を選べなかったり就職ができなかったりだ。いい職業って何ですか。そりゃ働く時間の割に多くの給料がもらえる職業だ。基本的に頭を使う仕事は体力だけを使う仕事より金をもらえる仕組みになってんだよ。でも社長とかでも中卒の人はいますよね。そんなのごく一部だ。そんな一例を出して勉強しなくて大丈夫とか言ってるやつは生存者バイアスがかかっている。生存者バイアス。生存者バイアスってのは何らかの成功をした事象のみを基準として判断を行い、失敗した事象が見えなくなることだ。ある国が戦闘機の装甲を強化しようとした。普通は最も攻撃を受けやすい場所の装甲を強化するよな。そこで被弾しながらも無事に帰還した機体を調査。調査の結果、帰還した機体のエンジンやコックピットにはダメージがなかったから、そこ以外の部分が狙われやすいとして、エンジンとコックピット以外の全ての部位の装甲を強化しようとした。しかしよく考えてみろ、そもそもエンジンとコックピットに弾を撃たれた飛行機は墜落して帰ってこれないんだ。つまりデータが取れない。強化すべきはエンジンとコックピット部分なんだよ。それと同じだ。世に経験談を残しているのは成功者が多い。その成功者の中に勉強しなかったやつがいたとして、勉強せず何者にもなれなかったやつらはどれほどの数いると思う。それは。それに学校の勉強は報われる確率が高いんだ。学校の勉強ほど努力が報われるもんなんて社会に出たらないぞ。はあ。何さっきの質問。いやー、なんで勉強しなきゃいけないのか気になってさ。で、どうだったの。いやー、いまいちピンとこねえな。将来のこととかその時考えればよくねって思っちまってよ。はあ、でもさ、勉強って努力する練習でもあると思う。どういう意味だ。やっぱり努力した経験って大切だと思うんだよね。学生時代運動を頑張った人が社会に出て成功する確率が高いって言われてるのはそういうことだと思うし、逆に学校の勉強もできない人に何ができるのかって話よ。だったら俺は運動するもん。影、運動も嫌いじゃん。それ以外にもさ、勉強することで考え方を養うことができると思うんだよね。考え方を養う。何か課題ができた時にさ、考え方を鍛えている人とそうじゃない人だと差が出るじゃない。社会に出て仕事ができる人できない人って、私はそういうことだと思うな。え、学校の勉強って言われたことを言われたようにやることじゃないの。違うよ、自分の頭で考えて勉強するんだよ。え、ヒサはダメだ。あいつは勉強ができすぎて喋っている意味がわからねえ。ここは勉強とは縁遠いあいつに聞いてみるしかねえ。シディ、どうした影千代。なんで人間は勉強するんだ。それは楽しいからだろ。え、何かを学ぶということは世界の見え方が変わるということだ。世界の見え方が変わるのは楽しいだろ。そうかな。それに人類の知恵をいい感じにまとめたものを俺たちは簡単に学ぶことができるんだぞ。お得でもあると思うがな。そうだった、シディは知らないことは多いけど勉強自体は嫌いじゃないんだった。俺は勉強は人生をより良くする技術だと思うぞ。そうかもな。確かに勉強したくないって思ってたけど、勉強も悪くねえのかもな。すみません。なんだこれ、外れねえ。すみません、命令されて。命令。ヨメコは今日からわしの下僕になったのじゃ。フォーティス、けっけっけ、感謝するんじゃぞ影よ。はあ、貴
貴様が勉強したくないって言うから勉強しなくてもいいようにしてやったんじゃ。意味わかんねえんだけど。あのそのヘルメット、リサイクルショップの商品で何かを学ぼうとすると電気ショックが走るんです。なるほど。うわっ、今新しい知識を入れてしまったの。今のも勉強？もしかしてこのヘルメット想像以上にヤバいんじゃ。すみませんでした、気をつけて。おい、これどうやって外せばいいんだよ。すみません、この先通行止めでして、あの突き当たりを左に行けばこの先に着きますので。ああ、ありがとう。うわあ！道を覚えるのも勉強かよ。勉強できねえなら YouTube 見るしかねえよな。あ、このどうなるか系の動画面白そう。うわあ！電気ショック？そうか、動画でも勉強はできちまうのか。まあ、ゲームなら勉強の心配はねえだろ。このボスってどうやって倒せばいいんだ。確かこのキャラがヒントを。うわあ！ゲームの攻略法も勉強カウントなのかよ。何も学べないって地獄だ。何もできねえ。ひさからだ。シリーが5日間実家帰るらしいよ。これも勉強なのか。知らない情報を知ること自体が勉強だったら俺本当に何もできないじゃん。何その頭の新しい日差しよけ。ちげえよ、陽明に無理やりつけられてさ。なるほど、ボティスさんにちょっと見せて。ああ、ちょっとビリッとするかも。えやっぱり取れた。なんで。私電気使えるじゃん、だからもしかしたらこのヘルメットも取れるかなって。なるほど、ってことは今日から俺勉強できるのか。やった勉強できる幸せを知れたんだ。今日から勉強しまくるぞ。次のテストだって余裕で満点だぜ。え、なんだ。いや、テスト今日だよ。あ、結局影は今回のテストも赤点でした。てへてへじゃねえよ。してね。